藤浪晋太郎、メジャー初勝利、延長10回表に登板し無失点、その裏逆転サヨナラ弾で白星つかむ。アスレチックス藤浪晋太郎投手がタイブレークの延長10回に登板しメジャー初勝利を挙げた。5-7と2点を勝ち越された延長10回、1-1、2塁で登板、先頭グロスマンを見逃し三振、ローに四球を与えにし満塁としたが、ユングを右肘に仕留めた。その裏、アスレチックスがまず1点、さらにルーカーが逆転サヨナラスリーランを放った。藤浪にメジャー11試合目の登板で待望の初勝利が転がり込んだ。2回目、サヨナラホームランわらわら、歴史を刻んだな。記念パキコ。翔平、ついにワイもここまで来たで。感動をありがとう。勝てる、勝てるんだ。藤浪藩、ワイは信じてたで。藤浪が抑えたからこその逆転劇よ。よかったね。おめでとう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。